ラビッツメンバーで、僕の箱根5区の区間新記録に挑戦するということを聞きました。僕の記録はですね、皆さんが思ってる以上に速いです。なので4人で繋いでも5人で繋いでも、僕の記録を抜くことは無理だと思います。なので皆さんが走って僕の凄さっていうのを今回感じ取ってもらえたらなと思います。挑戦頑張ってください。はい、ということで今上野さんからお言葉いただいたけれども、豪華っすね。変わってるんだ。ということで僕のスタート地点ですよ。僕らもお箱根駅で始まってるから、始まるんで箱根ガチ企画やっていきたいんで。やったー、しゃあ頑張ろう。待ってました、まあ、ということなんで今回はこの5人力を合わせて、このラビッツメンバーで上野さんの僕の記録抜いていこう。おー、よっしゃー、やるぞー。この辺でタイム出てて、多分1キロ3分20とかでも入る。3分20から25とか。上りでその速さっすか。5人で行けばいける。行きますね。結構自信ある。俺も結構自信ある。いや俺もあります。仕上がってます。これの期間に合わせて5人結構仕上げてきてるんで、はい、めっちゃ寝ましたもん。早速準備してスタートしていきたいと思います。ということでやっていきましょう。じゃあ行こう。じゃあ行こう。お願いします。行こうぜ。はい、ということで、はい、ちょっと YOSHIKI の方もそろそろ準備できてきて、いや、いよいよだね、はい、みんなにちゃんと説明できてなかったんですけど、まあその神野さんを倒すっていうのが5人で繋いでいきたいなっていう思いがあって、異例形式で、で、まず1区、YOSHIKI、で、2区、俺、3区、僕、おーし、よしよし、一番きついとこ、松崎、おーし、下りは、タム城、はい、行っちゃっていいですか、最後行っちゃってゴールして、はい、よしきさんですね、まずは、はい、ちょっと向こう見てもらって、あ、もう、はい、ガチ、もうガチだからやばいから。結構合わせてますよね、はい、結構合わせてる。やばい時の顔してる。どう、大丈夫、どう、大丈夫、意気込みとか。とりあえず、まあ、最初早端なんで、まあ、突っ込んで3分から2分50ぐらいで。あ、オッケー、俺待ってくから。はい、じゃあ本当、じゃあもうスタートいける。はい、頑張ろう。お願いします。じゃあそろそろよしきスタートいきます。お願いします。よーい、ガッ、いけ、頑張れ、いけ、いけ、いけ、はい、もうちょっとよし来ます。もうちょっとよし来ます。え、よし来た、来ます、来ます、あ、来た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 、よし来、よし来さん、よし来、いけ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 、よし来、よし、最後までご視聴ありがとうございます。ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。マラカスってワードなんかエロい。どうもこんにちは、タム城と申します。よろしくお願いします。ここでやっていきましょう。夏也です。歩いていこうぜ。画面外から福でございます。はい、ということでね、皆さん大変ね、失礼しました。神の大地さんを使った茶番です。大地くん何回無駄遣いすればいいの。大地くんのコラボはね、ほぼほぼ無駄遣いだから。無駄遣い。でも本当最初は走る手だったんだよね。そうですね。うん、はい、まあちょっと時間と、ちょっと日程がちょっと厳しすぎたということで、後日改めて本日の企画なんですけど、僕車で登ってみた。とりあえず区間新記録行きましょう。出しましょう。プラスやっぱりみんな5区ってあんま知らないと思うんですよ。5区ってこんなすごいし、こんな狭いんだとか、こんな寒いんだっていうのは伝わんないけども、こんなところもあるんだっていう感じで、皆さんにちょっとドライブがてら連れていこうかなと。確かに箱根駅伝の画角はなんとなく5区の登りって見れますけど、選手目線って多分あんま見れないないですよね。カメラでこんぐらい登ってますよっていうのも選手目線からお届けします。様子見ていきましょうか。はいはい、お願いします。はい、ダッシュで行こうぜ。本当楽しくちょっとね、ドライブがテレビでこう行きたいんですけれども、タム城は車で来たことありますよ、はい、あ、車でやっぱ何度か、はい、あるんだ。走ったことは実はなくて、うんうんうん、どんなきつさなのかなっていうのはちょっと言えないんです、言えないっていうか分かんないんですけど、うん、でも車で見た感じは大変なことになっております。大変なことになってる。青山の競歩5区やってみたみたいな、どうですか。パワハラすぎる。松崎は東洋の応援で5区とか登んないの。俺はね、うん、2回ぐらい5区の応援地点入ったから。その時は誰だったの。その時は橋本さん。あの橋本、ちなみに俺もね、定方さんが5区走った時、15キロ地点の慶明学園のところで応援したんですけど、うん、ちょうど目の前で抜かれた。悲しい。服部さん、
服部さんに。1キロ通過何分ですか？あ、2分28です。よし、いいぞ。よしよし、いいペース。区間新ペースです。区間新ペース。これ4キロ手前ですか今。はい、4キロ手前、急カーブ。これすごいよ、みんな。わかるよ、これ。3キロ平坦。そこからもう、ラスト5キロまでは上り。うん。俺、テレビで見るよりすごいな。これさ、選手走ってんでしょ。そうだよ。動画で伝わるかね、この上りの、やばさ。いや、これ結構エグいっすよ。ピローンっていった。4キロ。ちょっと飛ばしすぎじゃない？1分41で通過すか？はい、上りで大失速だよ、マジで渋滞に余りました。余ったね。動かなすぎでしょね。これ走った方が早いよ。ということで、その何ヘアピンカーブのところで行くの？行く行ってらっしゃい。あ行ってらっしゃい。安全面を十分に考慮して走っております。行きます。はい、行ってらっしゃい。よーい、ゴー。安全で頑張れこれヘアピンカーブですね。で、まあ、見た通り相当混んでます。これでなんかヘアピンカーブのヤバさというか勾配が分かるんじゃないか。ここからで分かるよ。こう来て、このマークは何すか？ちなみに再生ボタンみたいなのあるけど、これ何これ？YouTube みたいな。ね、YouTube って感じですけど。全然かな。全然おもんないね。ダッシュで行こうぜ。さあ、ヤサルが戻ってきます。はい、おかえり。おかえり。いやー、楽しかった。楽しかったの？すごい景色でした。楽しかったよね。楽しかったっすね。キロ何？キロ8ぐらい？一回ダッシュした。感想をちょっと述べてもらいたいんですけど、大平台のヘアピン曲がってからの坂がやばい。でしょ？マジで壁だから本当に。壁カーブでしたね。でも大平台駅に直面したんですよ、うん、僕ら。ヘアピンカーブ曲がってまっすぐ行ったら大平台駅があって、はい、駅が駅があったんですよ。でその駅見たのなんかまじまじ見ないじゃないですか、やっぱ走ってたら。そうだね。そこで写真撮っちゃいました。あらら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 。大平台抜けた。おまた街並みになってきて、うん、なんかずっと山だったけど ね、うん、これ何キロ地点ぐらいですか？ここが今8キロぐらいかな、うん、8キロ地点だよね。何キロか。ちょっと待って、居酒屋あるんですけど居酒屋出っちゃ大丈夫これ曲がんだよね、元箱根、ね、宮の下。よいしょ。ここ曲がんない。ここ左っすね。はい。ここがね、こっち登るんですよ。やばい、小池さんに唐揚げとか。ここからきついっすね。ここマジで一番きついっていう、あの5区走った人は言うんだ。この宮の下のここがもうマジで壁っていう。へえ。どうやって伝わるのかね。伝わってほしいね。アクセル結構ベタ踏みです。今ベタ踏み、うん、これやばくね。やばいね、これ。あ、これすごいわ。地獄。うわうわうわ。やばくないですかこれ。これ見えたらもうやだよ。だっていや、ほんまに嫌だ。よっしゃ。あとラスト5キロぐらいだよね、ここで。そうですね、ここでラスト5キロぐらいですね。ね、ここを登って、あとはもう下り一方っすね。そうですね。ついに最後いきます。ついだね、これ。うわー、これやだな。さあ、ここで終わりました。これで、これは頂上ですかね。終わって下りに入りました。こっから下りか。下りです。こっから下りです。下っていきます。870m 見えました。見えました。こっから下っていきます。さあ、くぐって。このセブンあるじゃん、うん、
れです。さあ。さあ。ここを曲がって。あ、こっちなんや。めっちゃ右に行くで。ここです。すげえ。もう写真撮ってる人いる、いっぱい。すごい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 。並んでるし。すごい、ゴー。タイムは何秒？タイム、失礼します。74分4秒。いやー。ってことは？カメラさんに勝利？でもあの、距離が違うから。距離。ってことで、車を使ってもカメラさんは倒せずと。そうですね。宮下くんの区間新が、70分だっけ？70分40秒。70分40秒なんで、負けてるってこと？負けです。負けです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK。 あー、マジきつい。あー、マジ濃く半端ねー。こんな感じに、ね、そうだよ、それが正解です。皆さん、何度も茶番してしまって申し訳ございません。はい、ということで皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、ドライブは。楽しかった。普通に楽しかった。あの、うん、旅行来てる気分になっちゃったよ。確かに。いやでも本当にやっぱり車でもね、はい、体感できる。あの、僕の山さんあのまだってなったもんね。なった、もう本当に早かったっすね、登り。まあということで、ちょっとここでなかなか話すのもあれと思いますので、はい、まあ本当に皆さん、今日はありがとうございました。いや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 、楽しい旅でした。この2人の方のチャンネルでもね、はい、田村と松崎のチャンネルの方でもちょっとこちらの今回箱根の旅についていろいろ動画上がってますので、はい、そちらのチャンネルもぜひチェックお願いします。お願いします、はい、お願いします。皆さん、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。